北口プラットフォーム2011年3月25日まで使用された旧駅舎鴨型駅は岡山県浅口市鴨型町6条院中にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRW09 浅口市の中心駅である。浅口市や JR 西日本によって京城駅と駅前広場が整備された。 1891年に開業。当時の所在地は、浅口郡六条院村であり、同郡鴨方村は別の場所であった。六条院村は、その後、六条院町を経て1955年に鴨方町となった。開業時より鴨方駅の名称となった背景には当初、鴨方村王子権限付近に駅を建設する予定だったが、六条院村と鴨方村による、 不設誘致合戦と水運の衰退を危惧した一部の鴨型村民による反対運動が行われた結果、地元住民の連番、陳情によって六条院村に建設する代わりに、駅名は当時、比較的名前のよく知られていた鴨型とすることで折り合いがついたことによる。島式ホーム一面二線のホームを持つ地上駅で京上駅舎を有する。改札口は一箇所のみ。 以前は、単式、島式の複合型で、島式ホームの片側が使われていない2面2線のホームを持つ地上駅であった。抽選があったが、ホーム生誕から上下本線のポイント部分以外はレールが剥がされ、残った部分は保守用車が使用していた。その後、京上駅車化工事の際に、旧2番乗り場を1番線側に拡張して、現在の1面2線に整理された。 京城駅車完成後も、城内、出発信号機は引き続き設置され、閉塞の境界となっている。新倉式駅管理の無人駅で、愛国か利用可能駅でもある。京城化に伴い、改札口に IC 専用の改札機が一台増設された。無人駅であるが、緑の券売機が設置されている。以前は、 岡山駅等と同様に入線メロディが導入されていたが後に廃止され音声と電子ビルのみの放送になりさらに2012年2月から入線放送が JR 西日本標準のものに更新されたが2016年5月12日の運行管理システム稼働に伴い駅自動放送が再更新された1日の平均乗車人員は以下の通りである 西日本旅客鉄道 W 山陽本線快速、サンイナー通過普通混行駅鴨形駅、佐藤駅。ありがとうございます。